5月6日以降、東京都の感染者数は40人以下を維持しています。それに伴い、39県で緊急事態宣言の解除に向けて、政府の専門会議の会合が行われています。感染拡大の第一波が収束してきたことがわかります。しかし、韓国やドイツで2度目の感染拡大が起きた事実を考えると、油断できないことがわかりますね。これから経済活動を再スタートしていくには、ウイルスの広がり方を知り、効果的な対策を講じていくことが大切です。ようやく元はこちら。海外で取り上げられた NHK の動画では、行ったクルーズ船の接触感染がどのように起きたかを知る実験の様子が収められています。1人にウイルスに見立てた蛍光塗料を渡し、その後10人で30分間ビュッフェを楽しんでもらうというものでした。30分後に特殊なライトを部屋全体に当てると、蛍光塗料がコップやお皿、取り分けの際に使用したトング等を介して10人全員に広がり、そのうちの3人は顔まで及んでいたことが分かりました。動画にはありませんが、 NHK では手洗いとトングの交換を頻繁に行うこと、料理は店員が取り分けることを条件に加え、同様の実験を行い、ウイルスの感染面積が30分の1に減少したことが分かりました。ウイルスは簡単に広がってしまうという事実や手洗いの重要さが分かるこの実験に、海外ユーザーから様々な反応が寄せられましたので、一部ご紹介します。海外の反応。手洗いがいかに重要かを生徒に教えるために、同じような実験をしたことがあるよ。私、よく顔を触るんだけど、これは良くないね。ウイルスがどう広がるかがわかるいい証明実験だし、蛍光塗料がどう広がるかがわかる最高の実験だよ。同じような実験を、要素を使って授業でやったよ。たった一人に要素を渡したのに、最終的には 70% の人たちに広がっていたよ。僕は免疫不全でいつも手を洗っているんだ。周りの人はからかうけどね。これが理由さ。空中で広がるってこういうことだったんだね。いいデモンストレーションだね。一つ気になるのが、スタート時点のウイルスの数と保持者の清潔さによって変わるんじゃないかな、ということ。3月の上旬にお気に入りのビュッフェがあったの。コロナウイルスが広がってもう行かないだろうなと思っていたけど、本当その通りね。次回スーパーマーケットに行って買い物をする時のこと考えないとだね。手袋するのってあながち間違ってないのかも。私の感想。物を共有したり、無意識に顔を触ったり、気づかないうちに簡単に感染は広がっていく様子を見て、少し怖いなと思いました。日本人が小さい頃から何度も言われてきた言葉、手洗いをしなさい。が感染を防ぐ一番の武器になるようですね。